あ、マイク変わりました。実況の QB です。まあ、さっきまであの配信台でも実況はしてたんですけども、ここからは、あれですね、会場のマイクも使って実況していきます。ただ僕 A クラスの決勝戦が残ってるんで、勝者側のその時になったらまだ変わります。マシャさんがいいかな。あ、確かに。さあ、なんと B クラス決勝まで残ってきたのはイソタックとスマッシャーというね、中部勢子さんのスタッフ2人。そうですね、 X 時代から何度も何度も対戦を重ねて、そのためにスマッシャーさんが勝ってるイメージがあるんですけれども、いや、ここで勝ってね、スマッシャーさん今日は僕の方が強かったですねと、イソタックが微笑むのか、スマッシャーが勝って、いやー、俺磯田君にはねずっと負けないからねみたいな感じで終わっちゃうのか。ちなみにフォーだとどうなんですか、お二人さん。お、なるほど。あ、なるほど。さあ、フォーでは磯田さんが2勝1敗ということで勝ち越してるそうですね。さあ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 、キャラクターはスマッシャーリンク。はい、磯田くん、出てて。これは、それはスマブラ X です。さあ、磯田くんミュウツーか、磯田くんディディか、おっとディディ。さあ、来ました、スマッシャーリンク対磯田くんディディ。さあ、それではお互い準備ができたら B クラス決勝をやりましょうかね。ステージは終点で決まりました。はい、じゃあ皆さん B クラスですけども、決勝戦で手を盛り上げていきましょう。それでは B クラス決勝戦、準備ができたら始めてください。お願いします。イエーイ、行きましょう。いやー、まさかのスタッフ対決となりましたが、さあ、勝って今日の片付けを任されるのはどっちになるのか。負けた方が片付けを勝った側の倍頑張らなきゃいけないんじゃないですか、これ。なんと、さあ、序盤戦磯田君に投げからのコンボで若干リードを奪っているが、まあ、セントさあ、まだ 7% おっと、クーマイトクーエンドの相打ち。さあ、スマッシャーリンク爆弾を持って、さあ、ダッシュつかみ回避を読んでいた、クーエンスマッシュ回避して渡る、クーマへ。さあ、説明目にそつがない、なんてお前ら B クラス。さあ、ブーメラン爆弾、クーエンドからおっと、さあ、うまい、クーマへ引きながら打ってもリンクのつかみが長すぎる。さあ、疾風のブーメランと爆弾、そしてミア飛び道具をフルに活用して遠距離から磯田くんのディディを攻め続けている。さあ、しかし磯田くんこのまま負けるわけにいかない。おっと、掴み使ったところに掴みを忘れたかったがギリギリ届かない。ミア、そしてブーメランとフックショットを使って場外に行ってもまだまだ変幻自在。さあ、磯田くん内側に戻ってバーナナを持って、おっと、ここでブーメランと正面衝突。さあ、リンクまだ35番、おっと、上に上げからクーマ、やっとギリギリ当たらない。さあ、ちょっともったいなかったか、ブーメランからクーマよ、踏み込んでいく。さあ、上投げ、バナナ飛行からの上投げ、クーマしろ、これはしっかり決めていく。通過み強気だ、おっと、レバーガチャが早い。さあ、バナナ取りながらの、おっと、これはジャック、あ、ジャック出ちゃった。しかし5番かしのジャック連打、これはどうなるどうなる、掴み、はい、掴み投げから下投げ、クッチュ。さあ、激墜確定してた僕ね、今の。いやー、今の流れ本当にね、そんな感じでしたね。おっと、自爆スマッシャー、ここに来て初めて珍しいミスを見せる。さあ、ここで下突き、しっかりとガードキャンセル、バックジャンプ空中前を差し込んでいく磯田君、ここは冷静だ。さあ、フリップの横関節を使って突っ込んでいくが、まだまだ、おっと、お互いのガードの大きさが結構下がるぞ。集中しろ、さあ、掴みを通すスマッシャー。さあ、バナナまで持って盤石の体勢、遠距離最強は俺だと言わんばかりの重装備ですが、さあ、爆弾からクエヌ、おっと、ウーメラまだないぞ。さあ、磯田くんどうにか取り返したい、おっと、クーマイにクエヌで下から差し返す、素晴らしい読み。さあ、下着をバナナを一旦出して、わっ、掴みを見せて、これは、あー、横そばが出ない。磯田くん優しいとスマッシャーが叫んでいる。あー、下着も外らない。さあ、スタッフ同士の対決、ちょっと下り始めてきた、外野しかし大丈夫。
まだまだ逆転の要素残されている。なぜわざわざなぜわざわざ爆弾を押しというコメントが、なぜわざわざ横強を、なぜわざわざ横強。そこで磯崎さん、あ、なんだって名称、山上がりの空中しろ。さあ爆弾ヒットパーセント差は 84%。 さあ下投げから空中前へ狙って、あ、上スマッシュ間違えた。さあスマッシャーミスしてしまうが、これ大丈夫か。弱と、さあ111パー帰れるか。おっと爆弾うまい、回転で溜めている爆弾で。さあうまいですね今のね、リンクスカイですね、しっかりと後隙をかましている。ウェスマッシュパナシックはバーナナで、おっとこれは大丈夫か。さあジャンプジャンプ下投げから空中へ、いやー持続が長いけど横に移動しながらの空中回避が DD がわずかに勝っていた。さあメイク、これは危ない、いやー今のメイク危ない、これは怖いぞ。さあ大丈夫か。さあうまい、これはダッシュからおっと爆弾先生無理をしないでました。さあバナナおっと空まで差し返していく、つかみ、これは上、あーとギリギリスマッシャーさ、知らん、全然知らんといながら上投げしてるじゃないですか。さあ爆弾うまい、あーダクダクしたスマ、いやー一本目スマッシャー。さあスマッシャー磯田君を煽ってミュウツーを出させようとしている。言われてるぞ、バナナが当たったんだから横スマをすればいいのにって言われてるよ。バナナが当たったんだから横スマをすればいいのに、なぜ横強なのだ、なんだてめえ、分からん、磯田君切れた、誰だみんなバキネタ好きすぎだろ。この前はねおいおいおいが流行りましたから、次はなんだてめえですか。高級士、さあ磯田くんキャラを悩んでいる。なぜウェハースを、なんかラブライブのウェハースを食べ始めました磯田くさん。確かに口の中パッサパサだよ、パッサパサじゃないか。さあウェハースを食って回復している。ウェハースって言うとあの2チャンネルのあのコピペを思い出しちゃいます。これはそう50円プラス50円でもか、俺はウェハース、うまい棒10本、俺は人間、2の政治、1がうまい棒、ウェハースしか見えなくなったっていう動きがありました。ウェンディスケも流し上げてきてるんですよ。はね、悩みますよね。さあ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 、磯作キャラはミュウツーに変えて、おっとミュウツーはブラマチ、さあブラマチ、さあスマッシャーさん、なんとミュウツー経験値はガチ部屋でちょっとだけありますと。さあガチ部屋のミュウツーが実はアバナゴミュウツーだったという落ちはあるのでしょうか。さあまずリンク飛び回りながらブーメラン、そして弓矢バックランド。さあしかしそうですね、今回磯崎の選んだキャラミュウツーには反射技であるニンニクと強力な飛び道具シャドーボールを持っている。さあ下投げベースマン痛い、ミュウツーの体力が4分の1か5分の1くらい削られていく。さあシャドーボールを貯めて発射から一気に飛距離を詰める。クウィンでコンボに繋げたいが、さあスマッシャーしっかりと離れながらと爆弾、さあ爆弾を使ってのねリスク拒否が非常にうまいスマッシャーリンク、爆弾食う前、さあまだ 2% しか食らっていない。このまま押し切れるか、オートレスマッシュ危ないぞ、今の3段目当たったら結構怪しいんじゃないのか。ミュウツーパーセント高いぞ、下強く前、おっと冷静、さあ暴れを読んで、ここはミュウツースカイっぽいぞ。さあ爆弾を出しつつ、あ爆弾危ない、逆側、さあ冷静に避けていく、いただくつかみを避けて、しかしあっとつかみに連打、強欲なスボつかみを2回。さあ爆弾と投げていこうと、あー出たー、これ見たことある。いやクエの D はね受け身取れませんからね、関東の某リンク使いも愛用するほどのテクニックです。さあ爆弾上スマッシュ冷静に判断している。さあ磯崎スマッシュ、磯崎スマッシュの対決もう残り磯崎即1だが、
とりあえずちょっと返したいところ。さあ、空前を打つための様子見をしていたところにスマッシャーリングの強烈な上様が、上様じゃない、空前が刺さる。あ、これは危ない。さあ、空前強烈、よしろ、よしろ、しつこく複雑勝負仕掛けていくが、しかしスマッシャーしのぎきる。さあ、空前から、これ危ないぞ、爆弾上投げから、おっと、爆弾を取って、あー、対打ち、これ大丈夫か、ジャクジャクから、おっと、ジャク、3段目、下スマっぽかったけど、さあ、崖つかなかった、崖上がり、上スマで勝って、はい、B クラス優勝、スマッシャーです、おめでとうございます。盤石。いやー、チューブの、チューブの裏ボスが、ミソタックを下しました。さあ、やっぱりスマッシャーさんは強えやと、アスカからコメントいただきました。あ、アスさんコメントいただきます。はい、じゃあ優勝したスマッシャーさん B クラスですけども、コメントいただきましょう。スマブラを割と真面目に始めて、まあ、言ってもちょっと1日ガチ部屋で1時間ぐらいやる程度なんですけど、まあ、前ちょっと予選敗退でボコボコだったんですけど、まあ、ビッグタで優勝して嬉しいです。ありがとうございます。ああ、なるほど。はい、スマッシャーさんね、これからも強くなるためのね方法をちゃんと模索し続けている、まあ、昔